業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は宮脇さくらちゃんがプロデュースするクランバイモラクというコスメブランドのブック本が出たので、そちらを2冊購入してきました。そしてこのクランバイモラクのリップを4色ゲットしたので、今日はこのリップのレビューをしていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。はい、ということで早速なんですけれども、本日購入してきたこちらのクランバイモラクのムック本ですねは2種類ありまして、でこちらのさくらちゃんのね、ピンクのお洋服を着ているバージョンの方はティントリップ2本セット、ピュアコーラルとロイヤルローズが入っております。でこちらのめっちゃアップのさくらたんの方はティントリップ2本セットでテラコッタオレンジとピンクペタルという色が入っています。なので色が全然違って、これを両方買うと4種類のね、色を楽しめるということなので両方買ってきました。でまずね、この中身から見ていきたいんですけれども、ちょっとだけね、もうムック本って言ってももうほとんどないんですけど、もうめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いんですよ。これが中はもうさくらたんの美しい写真がいっぱいあって、でなんとその中にね、村重ちゃんのコメントだったりも入ってるんですよ。だからね、 HKT ファンの方もぜひ読んでほしい一冊になります。もう一個の方はどうかな、こっちも同じかな、内容は同じですね。リップの色と表紙が違うだけかな、中身はあんまり変わらないです。今回つけていくこのクランバイモラクのリップなんですけど、説明のところに今までとは違う自分が花開くリップティントっていう風に書いてます。唇に溶け込むテクスチャーでどの色もしっくり馴染むトレンドカラー、今っぽい色を新しい質感で楽しむしっとりつやめくジェリーティント、ジェリーティントだそうです。すごい楽しみです。ポイント1、みずみずしく軽い使用感。ポイント2、ティント処方で長時間色味をキープ。ポイント3、塗った瞬間垢抜ける絶妙カラー。ポイント4、4つの保湿成分配合でしっとりつやめく唇にってことで、動物実験なし、動物性成分不使用、無香料処方、紫外線吸収剤フリー、鉱物油フリーということで、かなりね、素材にもこだわっているみたいです。すごい楽しみです。色がね、そう、4色あるんですけど、個人的には、どれかな？ピンクペタルがなんか自分に似合いそうな気がしますね。楽しみですね。でもなんかどの色もすごい可愛いので、今リップに何も塗ってない状態で下地というか唇をふっくらさせてから塗っていきたいと思います。1番のお色味から塗っていこうかなと思うんですけど、1番はピュアコーラルということでね、こちらの色ですね。ピュアコーラル。ピンクのパッケージです。なんか全部ピンクなんですけど、見て、ちょっとずつ違うんですよ。ちょっとずつ違うの伝わりますかね？なんか、表現しづらいけど、これは結構オレンジって感じかな？で、私が気になってるのは、この2個目のピンクペタルの色です。さあ、じゃあ1色目から塗っていきたいと思います。1番のピュアコーラルを塗っていきます。手にも塗った方がいいですよね。おー！かわいい！あ、結構薄付きかもしれないですね。こんな感じの色味です。割と薄付きかも。では、唇に早速塗っていきたいと思います。え、待って、一瞬でさくらたんって感じ。この色かわいい。びっくりしました。この色めっちゃかわいいです。え、見てください！え？やばくないですか？めっちゃかわいくないですか？この色。え？え、待って。韓国アイドルじゃん、この色。かわいい。え、この1番のピュアコーラルの色。え、超かわいいです。え、私この色持ってないかもしれないです。家にこういう色がなかったので。めっちゃかわいい。皆様にご覧入れたい。こちらの、すごくこう明るくて、でもピンクでみたいな、レッドピンクっぽい感じなのかな。ピュアコーラルですからね。コーラル系なんですけど、全然、赤とかオレンジって感じじゃなくて、ちょっとピンク味があるので、めっちゃ可愛いです。え、可愛くないこの色。やばいですね。なんか今日の服装に合ってるのかな？すごいいい感じです。そう、最近私チークを入れるのにハマったんですけど、チークともすごい相性がいいですね。可愛い。では、
続いての色に行きたいと思います。この上から塗るとまずいので、ちょっとクレンジングで落としながらやっていきたいと思います。はい、ということで続いては2つ目のお色味を見ていきたいと思います。2つ目がね、この私の気になっていたピンクペタルという色味です。ピンク、ちょっとくすみピンクっぽいのかな、どうなんだろう。ただすごい好きな感じのピンク色なので塗っていきたいと思います。まずは手に塗ろうかな。ほら見てください、結構ピンクピンクって感じですよ。発色がしっかりしてる。え、見て、さっきのよりも発色しっかりめな感じのイメージで、だけど赤みがちょっと強いのかな。確かにこうやって並べてみるとさっきの割とオレンジっぽいですね。では早速唇に塗っていきたいと思います。え、容赦ないな、さくらたんのプロデュース。めっちゃ濃いですよこれも。え、発色もすごいいいですね、色づきがいい。はい、ということでこちらがピンクペタルの色です。やっぱり私選んだ通り似合いますねこれ似合いますねっていうか、あの多分自分のこうなんていうんだ、着る服とかの色味に合ってる気がする。あの真っ赤とかはちょっと怖くなっちゃうし、オレンジだと、あ、オレンジだなっていう感じになっちゃう。このピンクっぽい赤ピンクみたいな感じがめちゃくちゃ好みなんですよね。まあ似合うかどうかは別として好きです。だから超可愛いです。え、これやっぱいい、やっぱ予想通りですね。これはすごくいい色です、可愛らしいです。すごく明るく見えません？なんかめっちゃ性格明るい人みたいに見えるのが嬉しい嬉しいです。なんか今日のこのイヤリングともなんかちょっとラブリーな感じで合ってませんか？こちらね、ジンジャーリリーさんのお手製イヤリングなんですけど、皆様のおかげでショールームのイベントでね、こちらゲットしたんです。本当にありがとうございます。え、超可愛いなこの色。でもさっきの色の衝撃はびっくりした。さっきの色は本当に衝撃的だったけど、これはまあ普通に無難に可愛い。これはめっちゃ可愛い、みんなにも使ってほしいですね。ピンクペタルでした。続きまして3色目がこちらの、なんとローズですね。ローズの色合いになってます。すごく上品ですね。一番おとなしめ、上品めな感じがしますね。色はというと、確かにローズっぽいピンク。ちょっと塗ってみますね。素敵な色。秋冬にぴったりな感じの色味なので、ちょっと皆さんにもお見せしたいな。どうですか、なんかこの季節にめちゃくちゃ良さそうな気がする。大人っぽくなりそうですね。では早速塗っていきたいと思います。おお、すっごいしっかり色が入ります、かわいい。あ、これは大人っぽいですね。でも結構ラブリーな格好をする方にも似合いそうな気がする。いかがですか？結構ね、深めの色なんですけど、でもラブリーな格好をする方にもしっかり似合いそうな感じの色味というか、すごいいい感じです。見てください。なんかこの色だったらもしかして上にグロスとか重ねてもいいかもしれない。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、これぐらい違うんですよ3色で。こちらさしこちゃんが以前ツイッターでいいよって言ってた無印のリップなんですけど、これをね上から塗るとなんかめっちゃいい感じになりそう。伝わるかな、このいい感じ。超いい感じじゃないですか。超超超いい感じ。超超超超いい感じ。超超超いい感じ。超超超超いい感じ。え、めっちゃ可愛くないですか。あ、やっぱグロスとの相性、これが一番いいかも。なんかさっきの2色はもうすでに明るいので、これをねスッと塗るだけでもすごいいい感じで、ただこれは色味がちょっとマット寄りというか、もちろんねツルツルしてるんですけど、なんかグロスと合わせるとより大人っぽい感じになりそう。こうやって前髪とか分けてみてもよくないですか、この感じ。可愛くないみたいな。え、めっちゃいいですよこの色。びっくり。これは冬に使えますね。冬っぽいお色味というか、ブルベ冬の人とか似合いそうですね。ではでは最後に4色目のお色味を紹介していきたいと思います。4色目はねちょっと勇気がいるんですけど、テラコッタオレンジという色でして、これはね、あのね、今まで勇気が出なくてあんまりチャレンジしたことがないタイプの色なんですよ私にとって。だから今日似合うかどうか楽しみです。ちょっと塗り比べてみましょう。お、結構発色もすごいぞ。見てください、色が全然違うことが起こりますよね。割としっかりオレンジっぽいんですけど、なんか結構 K-POP 系のメイクとかオレンジっぽいリップ最近多いなと思うので、
ちょっとやってみたいですね。塗ってみたいと思います。おお、しっかり染まる。多分元々の唇の色が私ピンクっぽいからちょっと変わりますね。塗ったって感じがする。あー、かわいい。見てください、かわいくないですか。オレンジすごいいいですね。テラコッタ、あ、でも意外となんかチークとか入れると意外にテラコッタもいける説。すごい可愛いですこれ。多分ね、多分なんだけどこれテラコッタオレンジの方塗ってると思うんですよ。え、違ったらごめんなさい。なんかすごいこのね、わかります、韓国っぽさ、これがこの色で出せるんじゃないかなと思います。え、どうですか、どうですかの、ね、この手が怖いんですけどね。これだけね色が違って、皆さんはどの色がタイプですか。え、私どれも選べない。なんかどれも良かった。なんか正直言って結構リップって人によってねこう選ぶと思うんですよ。でもこれティントだからかな、すごく何色でも楽しめたというか、多分服装とかによって全色いけるなって思いました。なんかいけるなっていう言い方おかしいかもしれないんですけど、え、多分これね、あのコスメとか好きな方やったらわかると思う。いけるなとか、これ無理やなとかありません？私無理なコスメあるんですよ、似合わない色味とか。やけどこれは割かし全部いい感じにマッチして、やっぱり2番目の色はねすごい、あ、私っぽいなって感じだったんですけど、案外やっぱ一番衝撃的だった1番の色かな。1番の色の、ピュアコーラル、コーラルって名前がついてるのにめちゃくちゃなんかマッチした感じがしてすごい嬉しかったです。そして最後の色もね、もうバッチリ、なんかカジュアルな格好にも良さそうじゃないですか、この色。なんかこういうちょっとワンピースとかでもいいけど、あのパーカーとかキャップとか被ってこの色つけたら絶対可愛いですよね。やばー、ちょっと、さくらたん。クラン、やばすぎる。クラー、すごいよ。ありがとうございますっていう気持ちです。はい、ということで今日は、クランバイモラクのリップ4色レビューをやっていきました。皆さんはどの色がお好みですか？ぜひね、このムック本マジで本までついてさ、 30% チケットまでついてさ、1750円だからぜひおすすめですよ。はい、ということでこの動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。